関昌線は、北海道千歳市の南千歳駅から夕張市を経て、上川郡新徳町の新徳駅を結ぶ、北海道旅客鉄道鉄道路線である。夕張丹田の運転路線として1892年11月1日に、付設された夕張線を元とし、1981年10月1日に、その東西で新線を開業して成立した路線で、 北海道の道央と道東を結ぶ広域幹線として機能している。赤昌線に編入される以前の追分駅夕張駅間の名称だった夕張線は、その後も夕張市線新夕張駅夕張駅間の通称として用いられた。夕張市線は運搬路線としての使命を終えた後も夕張市などの地域輸送の機能を担っていたが、2019年4月1日に廃止された。 新バ張駅伊では、北海道の背骨と呼ばれる、日高山脈を貫くため、北海道内の在来線の山岳トンネルとしては、最長の5825メートルの新東川トンネルを、はじめ、5790メートルの新狩勝トンネル、5700メートルの東川トンネル、4225メートルの大二区市内、トンネル、3765メートルの、 鬼峠トンネルと長大トンネルが連続する。この区間では、シムカップ駅、トモム駅周辺を除いて居住者がいる集落がなく、駅の間隔はおよそ20から30キロメートルと、非常に長く、駅の数より、信号場の数の方が多い特徴を持つ。信号場の多くは、計画当初は駅を設置する予定だったが、入植者の離農が進んだため、その必要がなくなった経緯がある。 新夕張駅新徳駅間では、根室本線との重複区間内である新徳駅付近に踏切が一つある他は、道路との交差がすべて立体交差となっている。なお、過去には、戸間武駅構内に踏切があった。路線名は、両性国名の石狩国と十勝国から取られている。実際には、石狩国を経由しつつ、胆振国と十勝国を結んでいる。また、 石狩国を一時で表す際には狩りの字を用いるのが一般的だが本路線は石の字を用いている。北海道炭鉱鉄道により夕張炭田の核炭鉱開発や石炭輸送のため建設され鉄道国有法により買収、国有化された旧夕張線区間と同線を延伸し札幌と都勝地方を短絡する幹線として 日本鉄道建設公団により主要幹線として建設された新線区間に分かれる。大岩駅から新夕張駅手前までは、旧夕張線を線形改良及び路盤強化して、赤昌線の本線に転用した。新線区間のうち、南千歳駅大岩駅間は、改正鉄道敷設法第137号に規定する石狩国白石より、 イブリ国広島をふて、追い分けに、イタリル鉄道の一部、新夕張駅シムカップ駅間は、同台134号。イブリ国向川より、石狩国金山に、イタリル鉄道及び、ペンケオロロツプ内付近より、分岐して、石狩国のり川に、イタリル鉄道の一部、シムカップ駅上落合信号場間は、同台142号の2。 トカチ国見影付近より、日高国右左左腑をふて、イブリ国名富内に、イタリル鉄道の一部である。なお、上落合信号場新徳駅間は、根室本線落合駅新徳駅間の、勾配緩和新線の一部として1966年9月30日に開業しており、根室本線と線路を共用している。新線区間の開通以前は、 札幌駅から道東へ向かうには、旭川駅や滝川駅を経由していたが、1981年の赤昌線の開通によって、優等列車が赤昌線経由となり、札幌駅道東間の所要時間が短縮された。同時に、眠る本線の滝川駅新徳駅間は、定期優等列車が運行されないローカル線となった。また、旧、夕張線区間は、 後年の復活運転を除くと、日本で最後まで蒸気機関車が牽引する貨物列車が運転されていたことや、蒸気機関車が追い分けで入れ替え作業に最後まで従事していたことでも知られる。蒸気機関車は1975年12月24日に本線最終運転された。ただし、 1976年4月13日に起きた追い分け機関区の火災で、本線最終運転の5両中4両、入れ替え機の3両中2両及び、新生感もないディーゼル機関車、DD51 系で10型が全焼している。夕張線時代に、国鉄再建法による、幹線、地方交通線の選定が行われた際、石炭輸送が好調だったことにより、幹線となっている。 また対象から昭和初期にかけ一時期伏線化されていた区間もあり現在でも一部にその痕跡が残っている JR 北海道社長の島田治は2016年7月29日に開かれた記者会見にて厳しい経営状況と北海道で急速に進行する人口の減少を理由に鉄道事業を抜本的に見直すため同年秋までに JR 単独では 維持困難な選区を公表し、地元自治体との協議に入りたい旨を正式に表明した。この会見の中で、具体的な路線名こそ公表されなかったものの、輸送密度が低い石章線の夕張支線も対象になると考えられていた。2016年8月8日、夕張市長、鈴木直道が JR 北海道本社で島田社長と会談し、 交通網見直しへの協力、地元の求めに応じた無所譲都など JR 所有施設の有効活用、JR 社員の市への派遣の3点を条件に、夕張支線の廃止を自ら提案するとともに、代替となる交通政策への協力を要請した。この提案を踏まえて、JR 北海道社内で検討が行われた結果、同年8月17日に、 島田社長が鈴木市長との会談で前述の3条件について全面協力することを約束し、新夕張駅夕張駅間の鉄道事業廃止を正式にも仕入れた。同年9月12日付で JR 北海道に夕張市内の交通体系の見直しなどに協力するためのプロジェクトチームが設置され、課長級の社員1名を夕張市に派遣することが決定した。 なお、廃止時期について、島田社長は、今後の協議を踏まえて、別途提案するとしたが、鈴木市長は会談後、最短では2019年3月のダイヤ改正時にも廃止になるとの見通しを示した。夕張市は、南進水拓地区に都市機能を集約し、2019年秋までに、児童館などを併設する拠点複合施設を設置する方針を示した。 この施設にはバスなど交通拠点の役割を持たせる構想があり、完成次第、夕張支線は廃止されると報道された。2018年3月23日、夕張市と JR 北海道は夕張支線、16. 1 6 1トルの鉄道事業廃止について、鉄道事業廃止日を2019年4月1日とすること、JR 北海道は、 夕張市で持続可能な交通体系を再構築するための費用として7億5000万円を拠出すること、JR 北海道は、夕張市が南進水宅地区に整備を進めている拠点複合施設に必要となる用地を一部譲渡することで最終的な合意に至ったと発表した。同年3月26日、JR 北海道は国土交通大臣に 夕張支線の鉄道事業廃止届を提出し、2019年4月1日に廃止された。夕張支線の廃止により、夕張市内の鉄道駅は、新夕張駅と滝の上駅の二駅を残すのみとなった。路線廃止後、すぐに踏切の撤去が始まり、2019年8月にほぼ完了した。また、市道への落雪を防止するため、 同年12月に一箇所の橋梁の一部が撤去された。それ以外の設備はそのまま残され、撤去の予定や線路跡地の活用法は未定である。夕張線北海道、炭鉱鉄道時代国有鉄道時代石昌線、国鉄時代民営介後札幌駅帯広駅、釧路駅間を結ぶ幹線ルートの一部で、2020年3月14日、現在、特急、大空と特急、 ト価値が南千歳駅新徳駅間で運転されている。また1997年3月22日に高速化改良が完成し、共に車体系車式機動車である283系、261系により最高速度時速 130km で運行されていたが、火災事故などのトラブルが相次いだ影響で、現在は283系が 時速 110km、261系が時速 120km にそれぞれ引き下げられている。札幌駅帯広駅間の年間旅客輸送量は約200万人と札幌駅旭川駅間、札幌駅東室蘭駅函館駅間に次いで道内3番目に多い路線である。豪雪地帯を走るため、当期間は高速運転すると車両に付着した雪や、 氷が落ちて線路に敷かれたバラストを巻き上げることがある。過去には列車の窓ガラスを割る事故も発生しており、特急は冬期間に限って、千歳線内で減速運転を行うことがある。そのため、当期間は10から20分程度の遅れが生じることもある。当線内に貨物駅はないが、帯広貨物駅、釧路貨物駅札幌貨物ターミナル駅間及び、 帯広貨物駅から本州方面への直通列車が当線経由で運行されている。なお、かつては室蘭本線から追分駅経由で本和西駅帯広貨物駅間の石油輸送列車があった。牽引機関車はかつて DD51 系だったが、2008年3月改正時より DF200 型に置き換えられた。夕張線時代には、 1961年1月14日から1972年3月14日まで札幌駅と夕張駅を結ぶ速達列車として、準急夕張が岩見沢駅と岩分駅で2回進行方向を変える Z 型の経路で運行されていた。一方、函館本線のっぽろ駅夕張本町駅間に路線を有していた夕張鉄道では、 国鉄の Z 型の運行経路に対抗して、1961年9月1日に、のっぽろ駅夕張本町駅間の急行列車の運行を開始した。のっぽろバス停留所駅札幌大通館を自社バスで連絡し、札幌への利用も可能だった。直通バス路線の拡充などにより、1967年9月30日に廃止した。 遠隔南千歳駅から新夕張駅間キハ40、京、キハ150型により、ワンマン運転の普通列車が運転されている。なお、運行系統上は、千歳線千歳駅を起点としており、南千歳駅始発、終着の列車は存在せず、全列車が千歳線に直通する。千歳駅から新夕張駅間の列車のほか、追い分け駅折り返しの列車も運転されている。 2016年3月26日のダイヤ改正で、運行本数が削減され、追い分け駅から新夕張駅間は折り、新夕張方面が1日4本、上り追い分け方面が1日6本の運転となった。このダイヤ改正までは、午後に1本のみ、室蘭本線直通列車も存在した。2019年3月16日のダイヤ改正で、 運行本数はさらに削減され、大岩駅から新夕張駅間では下り1日2本、上り1日3本の運転となっている。新夕張駅新徳駅間この区間は開業以来、新夕張駅風駅間に運行されていた、普通列車を除き、特急列車のみが運行されている。また、風駅は、赤昌線開業に伴い廃止された、夕張線、 上り川支線の代替として設置されたため、2004年3月13日のダイヤ改正で旅客営業が廃止され、風信号上に格下げされるまで特急列車はすべて通過していた。このような運行体系のため開業当初から新夕張駅新徳駅の各駅総合間で特急列車の自由席を利用する場合は特急料金が不要となる特例が設けられている。また、 風駅とシムカップ駅方面の行き来の際には一旦、新夕張駅まで折り返す必要があったため、風駅シムカップ駅炎間の乗車券を持つ乗客は、新夕張駅で途中下車をしなければ新夕張駅、風駅間は追加運賃なしで乗り越すことができた。新夕張駅夕張駅間2016年3月26日の改正時点で、新夕張駅夕張駅間は、 上下ともに1日5本が運転されていた。改正以前は旧往復で、この時点で廃止を見込んだ減便だった。2019年3月16日のダイヤ改正で、定期列車の運行は終了し、最終営業日の3月31日までは、全列車臨時列車扱いで1日8本が運行された。赤昌線内で最も利用客が少ない区間であり、二千十三年度の 輸送密度は110人となっていた。区間ごとの輸送密度は以下の通り。南千歳駅新徳駅間については実質的に一体化した運用を行っている。根室本線の新徳駅帯広駅間と総合して計算したデータが公表されている。区間ごとの収支と営業係数は以下の通り。いずれも管理費を含めた金額である。はマイナスを意味する。 南千歳駅新徳駅間については、実質的に一体化した運用を行っている、根室本線と総合して計算したデータが公表されている。便宜上、南千歳駅側のすべての普通列車が乗り入れる、千歳線千歳駅までの区間を記載。千歳駅南千歳駅間については、赤小線直通列車についてのみ述べる。上り川市線廃止後は、紅葉山から、か 上川地区協会までのほとんどが国道274号に利用されている。代替交通機関として夕張鉄道のバス路線が設定されていたものの2017年10月1日のダイヤ改正をもって廃止された。代替としてタクシー乗車料金補助制度が設定されている。夕張支線廃止後は夕張鉄道が代替として新夕張駅。 冷水リゾート夕張市石炭博物館で1日、10往復のバスを設定した。従来の夕張鉄道バス、夕張市内線の増発、バス停増設という形をとった。予算は JR 北海道が廃線時に夕張市に支払った7億5000万円で賄われた。路線の乗客は約1日260人で、従来のバス路線に比べると1割程度増えている。 しかし、バス運転手の平均年齢は58歳と、高齢化が進んでおり、新規採用の目処は立っていないという。2020年3月現在で、新夕張駅前発が12本、新夕張駅前駅が10本運転されている。夕張市内では、新夕張駅前、リスタマイナス新札幌駅前間の診察優先と一体の運用となっており、 全区間で10往復以上の便を確保している。廃止区間内のものを除く。うちは南千歳駅を起点とした営業キロ。夕張地域の炭鉱から産出される石炭の輸送を目的とした私鉄、専用鉄道が分岐していたが、現在ではその全てが廃止されている。ありがとうございます。